はい、こんにちは。今日は習慣化のお話をしていきます。パブリックコミットメントっていうものなんですけれども、これは宣言を人にすることによって習慣化を図っていきましょうという、そういうものになります。で、人っていうのは自分はこういう目標を持ってますよっていうことを人に宣言した方が目標の達成率が高まるっていうことが言われてたりするんですね。で、このことをパブリックコミットメントっていうんですけれども、まあ、以前の動画の中で例えばですけれども、目標こういうのを立ててるんだよねってことを宣言すると、いやそんなのやめとけってっていう風に否定してくるようなドリームキラーっていうのが現れたりとか、あるいはそういえば前言ってた目標ってどうなってるのっていう風に人からつつかれ始めてしまって、強制力が働いたりっていう風にあまり良くない方向に行ってしまう可能性もありますよっていうことを話したことがあります。その他にも例えばやった気分、人に言ったから、あ、もうやったわみたいな、なんか参考書買ったからもう俺勉強したわみたいな気分になるのと同じで、人に言ったことによってダイエット成功したとか禁煙うまくいったみたいな気分になって、実際には何もしないっていうようなこととかもあったりするんですね。だからそれっていうのはなんでなってしまうかというと、ゴールだけを宣言するからなんですよ。だから体重5キロ落とすとか、禁酒するとか、筋トレを始めるとかっていう風にやった結果だけを宣言してしまうからなんですね。で、これはあまりいい宣言とは言えなくて、パブリックコミットメント、今回話をしたい、今回お伝えをしたい内容とはまた別になるんですよ。パブリックコミットメントっていうものでは、定期的に達成状況、つまり今ゴールに向けて何をやっているかっていうことを報告することを言います。だから自分がなんか毎朝散歩しますとか、筋トレでこういうことやります、腕立て15回やりますとかっていうのを常に報告することによって、これはある種強制力を働かせていくことにはなるんですけれども、習慣化を身につけていくために必要な報告っていう話になります。なのでやった気になるっていうのを避けて、実際にやらなくちゃいけない環境を続けて、でやり続けていくことの意識を高めていくっていう、そんな話です。はい、じゃあ具体的なやり方一体何かっていうと、例えば俺腹筋バッキバキに割るからっていうことを目標として、で3ヶ月後までに腹筋を6パックにしますということを、宣言しました。じゃあその中でパブリックコミットメントにどうつなげていくかというと、トレーニングを始めた際にどんなトレーニングをしているのかっていうのを報告するわけなんですね。今日は腹筋を3種類20回ずつやりましたとか、スクワットやった、デッドリフトやったとかっていう、その回数とか時間とかっていうのを報告をしていきますと。で、そのうちある程度の効果とか成果っていうのが出てきたら、今度は具体的な数値として体脂肪率が何パーセント落ちたのかとか、各筋トレが何セット何回ずつできるようになってきたのかとか、あるいはどのくらいの時間やってるのかとか、体重はどこまで落ちたのかっていうことを報告していくようにすると、でその報告をして、さらにじゃあ体重が例えば70キロから68キロ68から63キロとかっていう風に落としていく過程とかを報告することによって、数字を変えていくために今やっていることを続けていかなくちゃいけない、あるいはさらにその習慣化していることの負荷をさらに上げていかなくちゃいけないっていう風に自分の行動を変えていくっていうようなイメージなんですね。まあ、行動を続けていくというようなところにつなげていくという、そんなところなんですね。で、一方でこれってただなんか報告を受ける側って、あ、分かった分かった、また筋トレ頑張ったんだね、腹筋頑張ったんだね、じゃあまた明日も頑張ってねってなんか聞くだけだったら面白みがないというふうに思いますので、できることならお互いにそういう報告をし合えるような取り組みをしていくといいんではないかなというのが書籍に書いてあったことなんですよね。ただじゃあお互いに腹筋割りましょうってなったら、こっちのもともと言った人はいいかもしれないけど、こっちの人は別に俺腹筋割るって目標にいらないけどなってなってしまって意味がないんで、別に同じ目標じゃなくてもいいんですよ。この人は腹筋割りたい、この人は1日1冊の本を読みたいっていう目標を立てたんだとしたら、1人は筋トレ、1人は読書っていう目標で分けてしまってもいいんですよね。全然それでいいんですよ。でお互いに1日1冊本を読むっていうのを、今日はどういう本を読みましたっていうことと、それから今日は腹筋3種類30回やりつつやりましたっていうのを報告し合うっていう、そんな話に持っていけばいいと。だから僕なんかは緊急事態宣言中ね、4月から5月まであった時なんか、結局やったのは7月から8
月の頭くらいまで結局伸びてやったんですけど、コーチングのクライアントの人にメンタルを強化していくために自分が1日起こったことの感謝できることを5個書いてくださいっていうのをあの課題として与えたんですね。で僕はそのクライアントさんがもう筋骨隆々ムキムキの人だったんで、じゃあ僕があの負けないためにあの腕立て伏せを1日1回ずつ増やすっていうのをやっていくと30、31、32、33っていう感じで増やしていくというようなお互いの目標を立てて、で取り組みっていうのを毎日報告し合ったんですよね。そうするとあの彼の方クライアントの方に関してはすごいですよ。1日5個でとどまるきらないので、4月の終わりから始めて8月の頭までの、まあ、3ヶ月半程度で1275個くらいの感謝を書いたっていうことなんですね。でその結果、別の動画でも話したことがあるんですけれども、今まで見えなかったこととか感じることのできなかったものが、感じられるようになって、見えるようになって、自分のその視野が広まったっていうその成果が得られたっていうことを言ってるんですよね。はい、だからお互いが磨き合う関係を作ることさえできれば、より習慣っていうのは定着しやすくなると。だから習慣って結局ゴールを目指してそれを忘れないことっていうのも大事なんですけど、結局やんなかったら意味がないんで、そのやるっていうの環境をお互いに作り合うことによって、定着を図っていくという、そんなところなんですね。ところがなんですよ、そういう相手を見つけられないっていう方も中にいると思うんですよ。僕はたまたまそれをやろうかなと思った時にクライアントがいたんですけど、普段は友達も少ないし、そういう風に高め合っていくようなライバル関係の友達とかもいないんで、残念ながら難しいんですよ。でそういう場合はツイッターとかみたいな SNS に本日の取り組みとか本日の成果っていうことを毎日ツイートしたりアップしてみてください。でそうするとそうやってることっていうのを誰かが例えばいいねとかコメントを残してくれたりして、あのよりやる気が湧いて、よしもっと明日も頑張ろうっていう気持ちが芽生えてくるので、なかなか一緒に高め合う友達関係とかがあのないという方に関しては、そういった使い方っていうのもやってみたらいいかと思います。今の投資の方の勉強とかもしてまして、ツイッターでフォローしてる方なんかには、今日一日の取り組みって言って、こんな勉強をしたとか、簿記3級の勉強を1時間したとか、筋トレ1時間した、でそれから、投資の銘柄を1時間調べたっていうようなことを毎日こうチェックしてリストアップしてツイートしているっていう人がいるんで、僕はその方を見て、あこういう方法もありだなっていうふうに思ったんで、それを毎日必ず上げてるんですよ。すげえなと思って、1時間ずつね時間取って、その人なんか仕事もきちっとやってる、普通のサラリーマンなんですよ。サラリーマンなんですけど、きちんとそういった自分が自分を高めていくための勉強っていうのも続けてやっている方もいらっしゃいますんで、そういう方法を取ってみてもいいではないかなっていうふうに思ってます。ということで、パブリックコミットメントという、自分の目標ではなくってやることっていうのを宣言することによって習慣化を定着していく、そんなお話をさせていただきました。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。